皆さん明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。昨年4月から YouTube を始めさせていただき、最初はお会いできない皆さんに少しでも元気を与えられたらいいなという思いで歌を歌っておりましたが、途中から本業であるカラオケの歌い方講座、それからカラオケ音源の動画も始めさせていただきました。おかげさまで順調に登録者も増え、大変な時代の中、皆さんの支えを強く感じた2020年でしたが、2021年からはまた新しい挑戦を始めようと思っています。まずご報告したいのは、チャンネルが2つ増えます。1つは普段指導しているレッスン生用のチャンネルで、スイングファミリーチャンネルと言います。こういった時代で発表会もなかなか開催できない状況ですので、有志のレッスン生の発表がご覧いただいている皆さんの一つの指標になればいいなという思いで解説いたします。そしてもう一つのチャンネルは、ヒロマサヒロの独り言と言います。僕は普段演歌や歌謡曲以外も指導しているのですが、ポップスだったりジャズだったり演歌歌謡曲以外の楽曲をスイングチャンネルよりもより気軽な感覚で活動してみたい思いがあり、解説することにいたしました。どちらのチャンネルもリンクを概要欄に貼っておきますので、どうぞ皆さんよかったらこの2つのチャンネルもチャンネル登録どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは早速、今年最初のカラオケ講座を始めさせていただこうと思いますが、今回はコロンビアレコードより昨年9月23日に発売された田川俊美さんの楓、こちらをレッスン曲にしたいと思います。皆さん突然ですが、もみじと楓の違いってご存知ですか？一応、葉の切れ込みが浅いのが楓、深いのがもみじ、葉先が少ないのがもみじ、葉先が多いのが楓なのだそうですが、実はもみじも楓も楓科で、植物学的には明確な違いってないそうです。というのも、赤く紅葉することをもみずと表現する語源があり、そこからもみじという言葉が生まれた由来があるそうなんです。ちなみに今皆さんにご覧いただいている画像は楓です。綺麗ですよね。今回はこの楓をモチーフに、恋の別れを迎えた女心がテーマになった楽曲を田川俊美さんがしっとりと歌い上げた作品です。では早速作詞の世界観を覗いてみましょう。今回の作詞は斉藤大蔵先生、作曲は三幸康平先生です。この作詞の特徴はご覧いただくとわかると思うのですが、川に楓の赤い帯、傘に楓の雨が降る、風に楓の蝶が舞うのように、それぞれの段落の終わりが視覚に訴える描写で描かれている点にあると思います。2番の歌詞から主人公は旅に出ていることがわかるのですが、旅先で赤く色づく楓を見て、失う恋にいろいろ思いを馳せているわけです。もみじ狩りってありますが、普通は花見と同じで、綺麗なものをめでる文化というのは、時に酒の席にもなるように、楽しい思い出が多いですよね。心が弱まっている時ほど、楽しかった思い出の光景に似た景色に触れると、寂しい思いが増してしまう心理ってあると思うんです。もしかすると主人公は、過去にこの景色を好きな人と見ていたのかもしれませんし、もしくは一緒にこの景観を楽しみたかった思いがあるのかもしれません。皆さんもその思いをいろいろ想像して歌唱してみてください。では今回も僕の歌唱サンプルをお聴きいただきたいと思います。どうぞ。誰が合わせた引き寄せた、そして渡った恋の橋、戻れなかったあの時は、甘えてみたい夜でした。忘れないで
れないから、川に楓の赤い帯。最近は本当に演歌もリズムが複雑で難しいものが多いのですが、この曲も16分音符や9符、3連符もあってなかなか複雑な構成です。曲の半ばに甘えてみたい恋でしたという部分がありますが、この部分に注目して譜点8部の練習の仕方についてアドバイスしたいと思います。楽譜をご覧いただくと分かるように、甘えてと夜の前に8部9符があって、みたいの前に譜点8部9符があります。譜点は長さ半分を足す意味がありますので、8部の半分16部を足すと、もともと8部は16部2個分になりますので、譜点8部は16部3個分になるわけです。それを表記したのがナンバー2になるのですが、譜点8部は16部3個分だという感覚を身につけると、ものすごくこの部分が歌いやすくなります。図2のように16部9符3個分をタタタとして唱えると、うん甘えてタタタみたい、うん夜でした、このようになります。もう一回やってみますね。うん甘えてタタタみたい、うん夜でした。ちょっと皆さんも一緒にやってみましょう。せーの、3、はい。うん、甘えて、たたた、みたい。うん、夜でした。もう一回やってみましょうか。せーの、3、はい。うん、甘えて、たたた、みたい。うん、夜でした。できましたか？で、これが言い慣れてきましたら、ナンバー1のリズム読みをします。うん、甘えて、うん、みたい、うん、夜でした。全部、うん、という感じになるわけですが、たたたをやめて、うん、一回にしています。もう一回やってみますね。うん、甘えて、うん、みたい、うん、夜でした。じゃあ皆さんもやってみましょう。1、2、3、はい。うん、甘えて、うん、みたい、うん、夜でした。もう一回。1、2、3、はい。うん、甘えて、うん、みたい、うん、夜でした。これがスラスラ言えたら、リズムの感覚が身についていることになりますが、言えなかった方はナンバー2に戻り、繰り返し練習してください。歌う際に歌詞ばかりに気を取られがちですが、休符も立派なリズムですので、赤文字で書いた三角印やタタタの部分に歌っていても意識ができるようになると、かなりカラオケに合わせやすくなりますので、頑張ってくださいね。はい、それでは全体のリズム読みをしていきたいと思います。ご覧いただくとわかるように、僕の楽譜にはところどころ赤い三角印がありますが、これらは休符を意味していますので、心の中だけでも構いませんので、ここでんと声を出して休符のリズムをとってください。ここはとても重要なポイントです。それから今回の歌の入りは4拍目の裏から歌が始まりますので、カウントは1、2、3、4の4を言ったらすぐ歌が始まる感じになります。1、2、3、4、誰が、このようになりますね。それでは僕が全体を通してリズム読みしてみますので、皆さん聞いていてください。曲の速さは76、BPM 76でやってみます。1、2、3、4、誰が、2、3、合わせた、2、3、4、引き寄せた、2、3、4、そして、2、3、
わたあた、に、さん、し、あん、恋の橋、に、さん、し、ん、戻れ、ん、なかった、ん、あの時は、よん、ん、甘えて、ん、みたい、ん、夜でした、忘れ、に、さん、ないで、に、さん、し、一、忘れないから、に、三、四、一、川に、一、楓の、四、一、赤い帯。はい、こんな感じになりました。それでは、楽譜を前半と後半に分けて、皆さんと一緒にリズム取りをしていきたいと思います。はい、では前半です。1、2、3、4、誰が、2、3、合わせた、2、3、4、引き寄せた、2、3、4、そして、2、3、わたった、2、3、4、あー、うん、恋の橋、2、3、4、もう一回やってみましょう。一、二、三、四、誰が、二、三、合わせた、二、三、四、引き寄せた、二、三、四、そして、二、三、渡った、二、三、四、あん、恋の橋、二、三、四。はい、では後半です。一、二、三、四、うん、戻れ、うん、なかった、うん、あの時は、四、うん、甘えて、うん、みたい、うん、夜でした、忘れ、二、三、ないで、二、三、四、一、忘れないから、二、三、四、一、川に、一、楓の、四、一、赤い帯。もう一回やってみましょう。せーの、三、四、うん、戻れ、うん、なかった。うん、あの時は四、うん、甘えて、うん、みたい、うん、夜でした忘れ二三ないで二三四一忘れないから二三四一川に一楓の四一赤い帯。では最後に全体を通してみましょう。一、二、三、四、誰が、二、三、合わせた、二、三、四、引き寄せた、二、三、四、そして、二、三、わたった、に、さん、し、あん、恋の橋、に、さん、し、うん、戻れ、うん、なかった、うん、あの時は、よん、うん、甘えて、うん、みたい、うん、夜でした、忘れ、に、さん、ないで、に、さん、し、一、忘れないから、二、三、四、一、川に、一、楓の、四、一、赤い帯。この曲の前半は白い音符が多いですよね。ですので、メロディーとメロディーの間にリズムの隙間があります。
前半はしっかりカウントを刻んで、このリズムの隙間の感覚をつかむことがとても重要です。また後半はリズムが細かくなり、リズムの難易度がさらに上がります。サビに向かって歌を盛り上げていくためには、声を大きくするだけでなく、このリズムの乗り方を把握する必要がありますので、今回の動画の前半で説明した甘えてみたい夜でしたの譜点8部9符のリズムの練習を参考に、後半のリズムもしっかりマスターできるように頑張ってみてください。歌い方のアドバイスと皆さんの歌いやすいキー合わせについては後半の動画で説明したいと思います。新年最初の動画になりましたが、これからも皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ではこの辺で失礼します。スイングチャンネルでした。さようなら。